はいえー今日もですね特ダネの、えー、続きなんですが、えー、昨日ですね速報ということで、中国新聞が2回し、1.5億円発言修正、責任は安倍前首相と自分にと、おえーって、もう正直、昨日びっくりしました、でそれはなんでかっていうと、ですね佐藤さんとずっとこう追いかけている広島の1.5億円、これが一体どこに行ったんだっていうことに、 関連すすることだったからなんですよねでしかも佐藤さんの今までの動画を見てくださった方にはわかると思いますがまあすごくですねこの二階さんの発言っていうのの,あの部分が重くってですね今日はそれについてちょっと佐藤さんと話をしていきたいなというふうに思っています。で佐藤さんはですねこの「職業政治家小沢一郎」っていう本も最近一番新しい本これですけどもまあ政治家官僚ねいろんな人たちをですねずっと取材し続けて。 ましたでそんなあの佐藤さんがですね独自に手に入れた情報とか含まてえて、ー、今回もですねこの山まあ、まあ、あの簡単に言うとですね皆さん飢えてますよね安倍晋三さん逮捕されるのかなってどんなんのって思ってますよねこれについてちょっと話をしていきたいなというふうに思っています佐藤さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますいや佐藤さん私この昨日の夕方のこの、うん、まあ18時58分の速報を見てうわ 思わず、うん、ちょっと声が出てしまいました、スマホ見ろ、<laughs> って、<laughs> <laughs> ああ、そうですね、はい、まあ確かにね、うんあのー、あれ、ちょっと一瞬、ドキッとしますよね、うん、うん、まあなんでドキッとするかというと、はい、やっぱりね、このー責任は総裁と私にあると、うん、総裁っていうのは一体何かっていうことで、うん これはね、安倍前首相、安倍晋三さんを指すわけですよね、そうですね。ずばりと安倍さんの名前が出てきたということで、まずそこのね、ドッキリがあると思うんですよね。で、それが第一なんですよね。で、第二に、その前に発言したことと、や軌道修正してるじゃないかと、前はね、関与していないと言っていたのに、やっぱり私に責任があると。それもただの言い方ではなくて、 総裁と私に責任があるというね、はい、非常に踏み込んだ、うん、あのー、発言だったんで、うん、それでまあ二重にドっキり来ると。はい来ました、来ましたということなん、うん、だと思うんですけどもね、うん。もう今日佐藤さんと取る時間を楽しみ楽しみに待っておりました。ねねねああははいこここまれ、あ、え論理的に、ね 考えた方がいいと思うんですよねね、うん、ここは、ね、まず、一つはですねまあこの発言の意味なんですけど、うん、あのー、この政党のね、うん、自民党の金を握っているのは一体誰かという問題なんですよね。うん、でこれはね、もう半ば常識なんだけど、うん、まあ、えー、自民党幹事長幹事長なんですよね。はい、自民党幹事長が絶対にハンコを押さないと金は出ない。ということは政界の常識なんですよね。うんうん そののの常識はまずある、うん、その上でですね、その上で、まずこの前の17日ね、はい、17日の発言、これはですね、私は関与していないと、うん、外幹事長が言ったわけですよね。うん、これはね、あのー、逆の意味で驚きなんですよね。それはちょっと違うだろうと。いや、ありえんだろうっていう感じですよね,ね。そういうことなんですよね。うん、そ,のそして、そうするとですよ、うん、その時の発言を、 あの、考えてみると、うん、結局、まあ、この前の動画でも話しましたけど、うん、その意味というのはですね、ねあのー、記者に対して、えー、答えてるんじゃなくって、うん、記者会見なんだけども、うん、その向こうにある検察に対して発言してるんですよ、二階、うん、さんはで。その時に、どういう意味かというと、えー、実質的にね、その1億5000万、はいね、それについて、 犯行は確かに押しましたと、うん、私はね。しかし、その実質的なその責任者、つまり使い道まですべて決めていたのは、私じゃなくて、私はそれに関与していません。うん、安倍総裁なんですよと。ということを <laughs> 検察向けに発したわけです、はい、これがね、17日の発言だったんですよね。ところが、24日の発言というのは、うん ちょっとまたね、うんあのー、発したね相手が違うんですよ、うん、でまず、ここを論理的に考えると、はい、まあさっき言ったように、その幹事長が、えー、政党の金を、ねうん、握っているということは政界の常識である、うんうんね。しかし、それであるにもかかわらず、ここであえて安倍前総裁の,の、ねうん、名前、うん、存在を前面に出したわけですよね。しかもも自分私よりも前に、うん 総裁と私と。まあ、王様と私って昔ありましたけども、映画がね、まあ、それは友達かして、出したんですよね。で、これはね、どういう意味かということなんですよね。総裁と私と。総裁と私。ね。王様と私じゃなくてですね。総裁と私。これはですね。これはですね、これはですよ。 まあここのところはですね、推測するしかないわけですけども、うん、ね。これはね、前に動画でですね、この半導体議連の動画を出したじゃないですか、はい、あの半導体議連の記事をね、うん、紹介したりとの、首相の毎日新聞のね。うん、首相の後ろ盾巡り争いじわり、はいね、安倍氏らが二回し包囲網、これですね。 この安倍氏らが二階氏方位もクエスチョンマークっていうのは、ここがポイントでですね、うん、つまりですね、まあ、一応、このまあ半導体産業の強化を目指すね、うん、議員連盟なんだけども、結局、最高顧問についたのが安倍,安倍さんと麻生さん。うん、で、会長に甘利さんがついたと。うんね、でしかも、これはもちろん菅政権の中で非常に重要な議員連盟である。うん、ということで、この4社が、 くっついてると、うん、しかも二階さんこれ入ってないんですよね。うん、これはみんな首かしげるじゃないですか。うん、どういうことだと。うん、ねこれ二階さんもね首かしげたに違いない、うん、なるほど二階さん自身も俺を呼ばれてないの。あれあれ <laughs> あれ、うん、うん。ね菅野野郎いよいよ俺を外しにかかったなっっ。この野郎って。うん、<laughs> この野郎。 <laughs> これ何考えてるんだと、うん、ねで実際ですね、えー、このね、えー、安倍・麻生・甘利という 3A は、ですね,、はい、ねみんなすねに傷を持つ身で、ですね、うん、ね、まあ、菅さんも同じなんだけど、二階、うん、さんも同じだけど、うん、菅頼みになってるわけですよ、うん、ねあの安倍さんがですよ、でとにかく菅さん、お願いしますと。うんね、ついてはねあのー もうバックアップしますと、うんね。そして菅さんと二階さんの間ももう隙間風が吹いていると。うん、ね、ということで、二階さんはもうね、あの風前の灯火なんですよ、言ってみればなんと。なんとね。なんと二階さん、風前の灯火。<ー>なんと。つまりですね、もう二階さんはもう次の幹事長はないと。なんだって、それも二階さんにとって大ショックやないか。そうなんですよ。うん だけども、二階さんはね、あのー、そこまでは考えてないかもしれないし、うん、あれ人間っていうのはしぶとい、しぶとい生き物だから、うん、最後まで望みは捨てないわけですよ。うん、いやいや、まだまだ、まだまだっていうね。私はまだまだもう90歳まで、100歳までに幹事長や<う> <laughs> みたいなも、<laughs> もうあと一角やって、その後首相だみたいなですね。<laughs> も90代でそんなのもう。ね、いや考えてる可能性、僕はね、結構あると思いますよ。 日本最高齢首相になるんじゃなうれ <laughs> しくない、はいうん。そうなると、ですね、はい、このさっきの発言考えますとね、うんうん、総裁と私に責任があると、うん、ねこれは何を言ってるかというと、うんね、結局ですね、安倍さんよと、ね、うん、安倍さんの秘密を知ってるのは誰かなと、うんね、俺だよと、総裁と私。 うん、総裁と俺しか知らないんだよと。うん、ね。じゃあ外すなら外せと。俺は全部知ってるぞと。キャーね。<laughs> 外せるもんなら外してみなと。なるほど。もういつでもね、うん、あのー、もうあのー、なんて言うからもう自爆したっていいんだと。怖、ね、っうん。まあ、そのぐらいのねあのー、感じだと思いますよ。うん これは菅さんにに対すするる脅しにもなるわけですよ、うんうん、つまり、菅さんというのは安倍さんを、ね、守らなくちゃいけないわけですよね。うん、なんでかというとこれ安倍さんが、ね、身柄拘束,拘束なんてなると、うん、もう政権が持たないですよ、うん、ガタガタになってしまう。うん、でそれからあと、このひ月つき万札で何度,何度か指摘しているように。はい 官房機密費の問題があるんでですすよねねそうですねあの政党助成金の1.5億以外に官房機密費も払われたんじゃないかっていう。そうそうそそこがね、やっぱり、あのー、情報通の間ではささやかれてるわけですよ。はい、そうするとですよ、官房機密費というのはあの官房長官しか出し入れできませんから、うん、それはですねそこを追及されれば、ね、菅さんは、 政権の安定どころか、自分の身の安定もなくなるわけですよ。そうですねねそうするとも、もはっきり言って終わりなんですよ、すべて。そうしますとですね、あの二階さんはね、もうそれも全部俺は知ってるぞと、ね、えー、外すせるものなら外してみなと、うん、全部しゃべるぞと、うん、安倍が終わればね、ね菅お前も終わるんだぜと。うん というね十分なる脅しにななるるわけですよなるほどねうんだから責任は総裁と私にあるとあ<ー>でねそういうふうに答えた二階さんの目が据わってるわけですよおお<ー>。ねなめんなよっていう, <laughs> そ,うそして記者がそういうことをよくわからない記者がですね、うん、そうすると責任は <laughs> あの幹事長にもあるということでよろしいでしょう関与されてるんですね、うんなん なんかあの、えー、そういうのがなんか報道でもありましたね,ね何度も言われてさっき言ったじゃないですかそういうね、うん、あのーことはねまずあるわけですよ、うんうん、つまりあのー、簡単に言ったら本当の責任は安倍さんにある,あるんだぜと、うん、ね そして、俺様を外せるもんなら外してみろと。うん、俺はすべて知ってるんだぜと、うんね。で、これをぶちまけたら、俺も終わりだけど、あんたらも全部終わりだぜと。<laughs> 自爆テロ、予告。自爆テロ。<laughs> 怖<っ><う>わ <laughs> <laughs> すごいな、これ。だからね、<ー>自民党の中は本当ね、あのー、非常に複雑で。うん でもあのね、地味毛量ですから。うん、だってね、あの二階さん八十二歳ね、阿松さん八十一歳でしたっけ、うん？それぐらいです。うん。うんうん、それとは菅さん七十七か八とかね。うん、まあ安倍さんはまあ比較的それより若いけども、うん、もうそういうね、方々がね、うん、健忘十数の限りを尽くして。菅さん七十二です。七十二か七十二ないです。だいぶちゃいなっち 78はた分バイデンです、バイデン。うん、いや、まあ、それで、ううまあでも、うん、みんな、お年を召して、複雑回帰な、なんかいろいろやりくりしてるわけですな。そういうことなんですよ。んだからここはね、やっぱりね、あの脅し合い脅し、ね。脅し合いで、馬鹿し合い <laughs>、ね。そうして、あの絶対俺を外すなよと。怖っ<わ>。ね。 ある意味、はだから運命共同体なんですよね、彼ら。うん。だからそこのところはね、その運命はあの国民と同じ運命ではないわけですよ。ね。そこのところはやっぱ国民はね、あの我々考えなくちゃいけないと思うん,うんね。うん、うん。まあそこのところでね、ちょっと考えてみたいことがあるんですよ。はい、ね。まずね、こういう運命共同体っていうかな、あの今言ったね。はい 3A プラスね、はい、菅さんとか二階さんとかね、うんうん、それとは違う運命の人々もお自民党にはいるわけですよ、はい、まあその最たるもんがです、ね、まず岸田さんなんですよ。うん、ね岸田さんはですね、うん、あのー、やっぱりね、今回のこれのね、この一年のごたごたのですね、うん、動きの一番最初のきっかけを作ったんですよ、今回ね。 それはねやっぱりね、この、えー、5月12日のこの二階幹事長に対する申し入れなんですよね。はいうん、これによってですねま事態が動いてきたわけですよ。うそうですね、うん、そうだから言ってみれば、の二階さんと岸田さんはですね非常に対極にあるんですよ、うんで。岸田さんがつまり二階さんに申し入れて。二階さんが それに対して、まあ一応いろいろ答えてるわけですよね。うんうん、だから、17日のお言ったお私は関与していないと、うん、答えたのもの、この申し入れに対するう一つの回答なんですよね。うん、だけども、岸田さんがですねその後あのー、あれテレビ見てたんだけテレビ TBS ですね。TBS のね。TBS で、e、おいお前、論点ずれてんぞっていうふうに言ってます。論,論点ずれているぞと、うん 言ったんですよね万のそ,の、はい、それに対するこの24日の二階さん、うん、回の言葉は、うん、それに対する一つの回答ではあるんですよ、うんうん、ねつまり、まず12日に、えー、岸田さんがこの申し入れたのは、はい、ちょっとまた読みますと、ですねその一番ね、はい、政治と金の問題に関し、どうのこうのね、うん、で説明責任の履行を求めると。 まずその、うん、説明責任、説明しろという話ですよね、うん、なんといってもまず説明しろと、うんね、それに対して二階さんは、私は関与していないと,、うん、と言ったんで、岸田さんは、そは論点がずれてると、うん、私が聞きたいのは、ね、1億5000万、それを何に使ったのか、うん、これを明らかにしてもらいたいんだと、うん、ということなんですよね。うん つまり1億5000は何に使ったのか、うんね、これはどこに流れたのかということなんですよね。うん、どこに、誰に流れたんだと。うん、端的に言えば。はい、誰がその金を受け取ったんだと。誰だ,誰だそれはと。誰だと。誰なんだと。だ、あ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 、べ。ああべということなんですよね。あ <laughs> <laughs> ちょっと苦しいです、ね、<laughs> ちょっと苦しかった、すみません。まあししそれ誰なんだと、うん、いうことで、あのーうん、それを突っ込んだわけですよ。うん、ねで、二階さんがあのー、結局それにはやっぱり答えきれずにね、ね、うん、さっき言ったように、あの責任は総裁と私にあると。うん、というふうに言ったわけですよ。ね だからここのところでね、またちょっと論点をね、あのずらしたっていうか、答えきれていないとうことなんですよね、誰に渡ったんだ、どう使ったんだって言って、いや、責任は私と安倍さんにありますっていうふうに言うのって、答えてるようで、ちょっと答えてないですもんね答えてないんですよ、要するにこれも一つはね、あの形式的なことを言ってるんですよ、二階さんね、表面的にはね。 責任を負っているのは総裁とお渡しだということでね、そういう話なんですよ。でね、この会見の中で、ですね会見の中で、こういうことも言ってるんですよね、二階さんはね。その買収資金にね、使われていないと、要するに河合克行さんが買収資金、総額2900万円ね、それには使われていない。 ということは、検察庁から書類が返ってきたら立証できると。はいそう言ってます、ね、だから、うん、だから少し待ってほしいという,うこと言ってるんですよね。うん、でところが、ですね、うん、あこれに関しては、ですねあのー、郷原信夫さんね、弁護士の、そうそうそそ弁護士の、うん、そして、えー、元検事のですね、はい、郷原信夫さんが、いや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 と、そういう、うそ,れそれはできるんだと。うん、あつまり すぐにでももう書類は返してくれるはずだと、うん、いうことをですね、ずばりと指摘しているんですよ。うんうん、これはヤフーの原稿でですね、ーのーヤフーにですね、ヤフーニュースに、ハ、えー、原さんが書いた記事があるんですよね。うんうん、でそこでですね、あのー、言っているのはですね、まさにね、あのー <laughs> えー、まずね、河合安里さんの方は、 えー、あの確定してるんですよね、はい、裁判が終わって確定してるんですよ。うん、そして河井克行さんの方は、最終弁論が終わって、ですね、うん、もちろん休憩,休憩も終わってますから、うん、そこでもうね、あの決心してるんですよ。うん、そうすると、あのもうねあの、裁判に対する影響っていうかな、もう何にもないんですよね。ということで、その仮の還付請求をすればです、ね、で、うん、もう出てくると。 ズバリね、その元検事の、あのー、郷原さんが指摘してるんですよ。うんうん、だから、それを請求しないのはおかしいと,、うん、と言ってるんですよね。で、二階さんは、検察庁から書類が返ってきたら立証できると言ってるんですよ。うん、だからね、結局二階さんはね、やる気がないとしか言いようがないんですよね。結局ね、やる気ないんですよ。うん、つまり、これを出したら非常にまずいということで、うん、まあ待ってくれと言ってるわけですよ。うん ね、だけどね、これね、僕、還付請求したその経験者にも聞きましたけど、はい、これね、還付請求はね、もう簡単にでできるんですよあそうなんだ、だから電話一本でできるらしいですよ。要するに二階さんが、あのいや、書類返ってきたらわかるからとかって言ってるけど、うん、実際はえ、その書類先にちょうだい、裁判もう渡しちゃうっていうふうに言ったら、すぐ来ると。ううん<ー>そ,うそしてあの え。あ、大丈夫ですか。あ、大丈夫、大丈夫ですよ。はい。変な大丈夫。あ, <laughs> あ、そうですか。<laughs> 大丈夫、大丈夫。まあ、そしてね、還、うん、付請求するじゃないですか。うんうん、ね。で、還付請求して。あのー、もう、す、請求すればね。うん、あのー、検察庁のね。あのー、東京地検の地下一階にね。え、証拠物留置場ってのがあって。<ー>うん、そこでね、すぐに返還してくれるそうなんですよ。え、じゃ、もう、なん、自民党本部から超近所やん。 二階さんが電話一本すればそれで終わりなんですよ。<laughs> で取ってこいっていう電れがいいだけじゃないですか、一緒に <laughs> そ,ういうそういうことなんですよ。ねそれで帳簿とかなんとかね、収支、うん、報告書を全部持ってくれや、はい、もうすべてわかるわけですよ。まあ、うん、ね、まずね、あのー、これね、国民っていうかな、われわれもですねじゃんじゃんね、それに、ね、二階さんに対して、ですね還、うん、付請求しろと、うん、それをどんどん言うべきなんですよね。うん ツイッターでも何でもいいから、ハッシュタグをつけて、うん、立てて、ね、二、え、階、ー、幹事長はね、請求しろと今すぐね。そう今すぐ還付請求、うん、今すぐ還付請求をと、これしなきゃおかしいんですから、うんうん、これはね、絶対やるべきだと思うんですよ。うんね、これは本当にそう思うんですよ。うん、いやー、<う>でもなんでしやる気ないってことはやっぱり見られたくないんだろうな。 見られたくないんですよ<の>要するに安倍さんに対する牽制として言ったけど実際は見られたくないとそう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  <laughs> そういうことなんですななるほど安倍さんとか菅さんに対する脅しの言葉は放ったけども、うん、あのー、その実あのそれはもう <laughs> あの表,表に出ては困ると、うん、ねだけどそれはもうねあの我々としてはですねもう出せ出せと。うん 還付請求しろと、うん、言い続けなきゃいけないですよね。うん、うん、実際しない、しないとおかしいんですら。おか,おかしい、おかしい。ね。だって検察から帰ってきたらって言ったら、まだ。だいぶ先になっちゃうからな。そんなこと,言ってると。まあ、そういうことなんですよ。還、うん、付請求しなければ。ね。うん、検察だっていつか返すかわかんないわけだから。ね。まあ、うん、ね、その還付請求をしろっていう話ですよ。うん、だからね、あのー、もう野党のね。えー。 議員もこれ見てると思うんだけども、うんうん、やっぱりね、還付請求しろと言ってしい、ね、国言うことを、そういうふうに追及してほしいですよ、だから記者もね、これ見てると思うんだけど、うんね、やっぱり還付請求、なんでしないんですかと、うん、それをどんどん追及してほしいですよ、ねうんうん、全くだ。あね、そうあの専門家の郷原さんが、ああいうね、うん、あのちゃんとした論拠に基づいて書いているわけだから。 もううそそれ読めばすぐわわかかるわけだから思いますねいやしかしな岸田さんってこれなんとなく私の私の意見なんですけどもともと安倍さんにそ次の総理大臣って言われてた人ですよね。でそれもあるから自分の選挙区を簡単に言うと安倍さんに荒らされても、うん、こうグッと飲んでたわけじゃないですか。 でそれで、かぐっと飲んでて、水戸って憲生さん落ちちゃうけど、ぐっと飲んで、河やんりこの野郎って思ってたら、はあ、捕まった、おい、ふざけだ、そして補選で負けたじゃないですか、で、うん、岸田さんの手腕が問われるとかっていうふうに言われて、もうわ、きーって、多分んもう、きーって、いろいろ恨みたまってるような気がするんですけどいやーもうね、さすがの温厚な、温厚な岸田さんも。ね もうさすがに恨み骨髄じゃないですか。い<や><今>あんだけめちゃくちゃにされて、うん、怒らない方がおかしい、さすがに。うん、恨み骨髄で、ね、恨み骨髄で、しかも立場上ですね、うん、今、あのこのさっき言ったようなその質問書ね、うん、あの要望書、はい、出さないと、やっぱ立ち上がらないと、うん、もうなんていうか、ね、今、広島県連の会長ですから、うん、まずね、 県連の中で岸田さんの立場がなくなっちゃいますよ、うん、ね岸田さんの立場なくなっちゃう、うん、それから宏池会の会長でもありますから、うんうん、ね宏池会の会長の立場ももうなくなっちゃいますよねえいやだって、ここでこんだけいいようにやられてね、うん、やっぱ怒るし、普通は。そしてね、この、ね、落選した溝手さんね。うん この溝田さんと岸田さんの関係っていうのはね、はい、これ意外に知られてないんだけども、はいね、一応岸田さんがその宏池会の会長で、溝田さんはその宏池会のね、はい、あののななんていうかなその岸田派の重鎮という形なんだけども、やっぱりね、溝田さんの方が兄貴分というか、あなるほど、ね親,分うん、親分、兄貴分で、 岸田さんはその弟みたいなね関係らしいですよなるほど人間関係としてはまあ岸田派ですからね溝落ちあの河井案里に邪魔されて落ちちゃったけどそうってことはなあれだあの、うん、親父のお前靴に泥塗りやがってって怒らなあかん立場でもあるわけだこれは<う>ああ<ー>でこの溝手さんはね、うん、もうまあ国家を公安委員長もね務めましても、はいうん、このねやっぱりね、えー、結構親分肌でね、うん 沿道見がよくて、うん、やっぱりね、広島をはじめね、ファンがね、結構ね、多いんですよ。なるほど。うんでね、あのー、そのそ広島この地元でね、やっぱりファンが多いでしょ。うん、そうするとね、あのー、まずその地元のその企業とか銀行とかね、ね、うん、そのやっぱりね、つながりがものすごくね、うん、あのネットワークがすごいんですよ。なるほど、うん。そしてね、国家公安委員長をやってたでしょ。はい そうするとね、広島のね、この地元のこの警察、警察内部の情報はですね、うんうん、結構ストレートに入ってくるそうなんですよ。なるほど。そう。でね、警察といえばですよ、警察といえば、検、はい、察じゃないですか。うん。ね。で、広島の警察といえば、広島地検ですよ。うん、ああ、そっか。はい。ね、つまり、 広島の警察は広島地検の、ね、下請けなんですよ。うん、これは当然そうですよね。うん、そうなりますね、うん。検事が普通ですね、事件が何かあると、うん、の捜査指揮をするわけですよ。うんうん、そしてその捜査指揮に基づいて、その刑事たちがですね、まあ、手,足手足のように動いて、うんうん、いろいろ証拠を集めてきたりするわけですよね。うんうん、そういうふうにして、この関係がすごいね、深いんですよ。うん、ということでね、 この広島のね、警察関係者はね、日常的に広島地検に出入りしてるんですよ。うんうん、ね、そうすると、ですよ、うん、日常的に出入りしてるとあれ東京地検の人たち、まだいるなと。<laughs> 確かに <laughs>。何やってんだろうなと。という話になるわけですよ。な<る>そしてね、真相を知るわけですよ。うん、あー まだやってるんだ。一点五億までやってるんだって。一億0 0万まだやってるんだと。うん、ね。当然そういうことな、なるわけですよ。うんうん、そうすると、その情報がですよ。うん、ストレートに、水野さんの方に上がってくるわけですよ。なるほど、うん。水野さん。あ。農家、よし、やってるな。うん、うん。それでこと、け、それでこと検察だっていう、ふうな話になるわけじゃないですか。うん,うん。うん でさっき言ったように、溝手さんと岸田さんの間っていうのは、むしろね、溝手さんが上なんですよ。ね、そしてね、仲がいいんですよ。ああ仲良しなんだそう。だから、岸田さんがなぜこの真相に触れたかという問題のね、うん、一つの側面は、溝手さんルートじゃないかっていうね、なるほどね推測がね、十分成り立つんですよ。うんうん ね、これはね、えー、一つのね推測なんだけども、うん、十分あり得るなと思うんですよね。溝手さんルートがなかったとしても、岸田さんとしては河合案里の件で、安倍晋三とかにむちゃくちゃにやられてしまったっていう、それはもうお、ふざけんなよっていうところは絶対にあるはずだから。ありますよ、あります。 あの岸田派にはなってるけど、溝手さんがなってるけど、年上だしね、やっぱりそう考えたら、十分成り立ちますすねそうなんですよだからね、あの温厚なね、うん、岸田さんがですよ、そのどうしてここまでですね強い態度に出て、うん、あの二階さんに対してね、うん、一歩も譲らないのか、ひ、うん、むことなく、二の矢 を放ってるわけですようん、うん、これは全然ね、あのー、問題がずれて、論点がずれてるっていうふうにですね、ひる、うんね、む様子がない、うん、これはなぜかというと、やっぱり、ね、真相に触れた可能性が僕は高いと思うんですよね。うんうん、で、あとね、一つ考えられるのは、上川法務大臣なんですよね。ほ上川陽子法務大臣ですか、うんそう あの問題のって言いますか、ね、まあ問題のっていうか、いろんなこの、なんか、強烈な人ですよね、この人。あの、林検事総長の天敵みたいなね。うん、そ,うそ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 う。そうん、でね上川、上川さんはね、宏池会なんですよ。えっあそうだったんだ。宏池会,、うん、会なんですよ。でね、意外にね、岸田さんと仲がいいらしいんですよ。へ<ー>うん。なるほど。うんでね、 法務大臣じゃないですか、富川さん。うん、ということは、検察情報に触れる可能性があるんですよ。うん、十分。ね。そうすると、え、広島からまだ帰ってきてないの、うん、何をやってるの <laughs> え、一応5000万終わったんじゃないの <laughs> 確かに。え、どうしてどうしてどうして,どうしてって話になるなだるだる。ね。<う>それを知ったら、 早速、親分の岸田さんに、うん、ねあのー、話をね通すことは、まず間違いないでしょう。うん、間違いないな。ね、ああ岸田さん、ねちょっと聞いたんだけど、<laughs> あと億5000万、まだやってるらしいよ。<laughs> どうする大丈夫いや、それとも利用するみたいなのか、そ、ね、<laughs> んな感じですね <laughs> で。しかもですね、そうすると、うん、もう上川さんと溝手さんと、うん 岸田さんってのは、ね、うんそうするとここで情報を共有したっていうことも考えられるじゃないですかなるほど確かになうんいやその話はそうか確か溝てさんからも聞いたなちょっと3人で共有するか <laughs> みたいなね <laughs> <laughs> 確かに法務大臣法務省の下に検察とかありますからね、うん、まあそう考えると確かにそうなるわなそう、うん、そうすると 3人で情報を交換し合えば、うん、もう全体像が見えてくるわけですよ。うん、あそういうことかと、うん、ここはもう一発逆転いかなきゃ、<laughs> 男じゃないですよ、岸田さんみたいな。行 <laughs> ってよって、こう上川さんとかも。うん、はあ、そういうことだって考えられるわけですよね。そこで岸田さんがまず要望書を出して、うん、ねそして、 えー、その後二階さんがね、ちょっと論点をずらしたら、論点がずれてる。論点ずれてるぞって。そうしてね、ねその岸田さんと二階さん、これまでの関係とは全く形,形成が逆転してるわけですよ。いや、本当にもう、逆転しているわけですよね。うん、だここのところでね、やっぱりね、 あのー、世の中というのはですね、<laughs> 朝なえる生のごとしだなっていや、本当にもう、うんそんな感じがするな、ええー、こせ水というか、本当にもう。そういうことなんですよ。うん、でね、問題、やっぱりね、これからなんですよね、たぶ、ね、んね、うん、岸田さんはですね、うん、ねまあこれ、真実に触れたものはね、やっぱり一番強いんですよね。強いよ しかも、正義があの裏にありますから、うん、大義名分は岸田さん、背負ってるんですよ。いやもう、錦の三旗、5本ぐらい背負ってるわ、これはもう。<laughs> うん、ね。でね、対するに、うん、二階さん、うん、そして安倍さん、菅さん、うん、麻生さん、すげ、うんね、ー、あ甘利さん、うん、これはね、大義名分が何一つないんですよ。<laughs> <laughs> 全部ナッシングなんですよ。<laughs> ナッシング <laughs> 懐に突っ込んだお金の数ぐらいですよ <laughs>。そうなんですよ。ゼロなんですよ。いやー、なるほどな。ね、<ー>ら彼らあのー、ね安倍さんをはじめね、うん、人を動かそうと思えば、もうんあのー、金か脅ししかないわけです。ね対するに、岸田さんの方は、大義名分があるから、と、うんうん、は、あのー、 何をしなくても動くんですよ。<laughs> 確かに <laughs>。ね。その言葉だけで。<ー>だから、岸田さんはですね、これから怯んではいけないんですよ。うん、うん。ね。温厚はわかるんだけど、うん、やっぱり怯んではいけないんですよ。最後までね、追求しないと。うんうん、そうするとですよ、これはね、本当にね、 自民党の次の総裁の道がね、本当に見えてくるんですよ。まあ、そうなりますよね、これ。うん。そう。そうなるとね。あのー、まあ、これはね、どうなるかわからないんだけども。うん、えー、本当に一番理想的なのはね。うん、例えば。あのー、石破さんと組む、組むのは僕はいいと思うんですよ。おなるほど。うん。ただ、ね、石破さんまだ真相知らないですから、多分。うんうん、ね。で、石破さんと、でも、石破さんと組んで。 ねそして、その例えば岸田さんが柴さんに真相を告げて、ですね,、うん、ねそしてあの岸田さんを中心に行くと、こ、うん、ういう名約を結んで,です、ねうん、行くと、そうすればですね自民党はねあのー、そっちの方にね風がね流れてきますよ。そうすると岸田さんの総裁への道も見える。うん、ねでねねあのー、やっぱり、ね こひと月き万冊、この前の、あのー、動画のですね、うん、コメント欄なんか見るとね、うんうん、岸田さんを応援する声、結構多いんですよ。うん、確かにやっぱりみんなもう大義名分って分かってるからね、ね、うん、だから、あのー、これはね非常にね、あのー、正しい見通しを持ったコメントだと思うね。だから人はねそういうふうに動いていくんですよ。うん、動いていくので、はい、岸田さんはここは。 もう本当に正論を貫いて、あるんだから、それずっと言ってくべきですよ。そしてですね理想的には、ま石破さんと組んで、ですねそしてまずオリンピックをね中止させることですよ。ねこれはもうね時間があまりないんだけども、とにかくね今やるべきですよ。とにかくオリンピックを中止させる。オリンピックを中止させて、検察を動きやすいようにさせてやる。 あのねやっぱりオリンピックやるとね、あのー、まず医療体制とかね、うん、あのそういうものが、あのー、非常にね、あのー、無理の体制になるじゃないですか。そしてね、その感染者数っていうかな、うん、それもまだ分かりませんよね、はい、まあそういうことで、あのー、検察が動けば、まあ、一定の行政側の混乱はありますよね。うん だからこういうコロナウイルスの時にその行政の混乱が起きていいのかどうかっていうね、うん、問題があって、うんえー、林検事総長はね、それをね、深く考えてるんですよ。なるほど。ここは本当に真剣に考えてるんですよ、うん、深く。ということで、あのー、そういうね、オリンピックは、ね、強引なオリンピックは、絶対に中止させるべきですよ、うんで。これはね、岸田さんはね、あのー、 日本を立て,直す立て直そうと思ったら、うんね、そして、ね、自分が総理総裁になってですよ、うん、日本を立て直そうと思ったら、今言ったように、まずはオリンピックを中止させることですよ。うん、これはね岸田さんは、ね、やっぱり貫かなきゃだめですよ。うんうんね、これやっぱり言い出さないと。うん、そして石破,さん石破さんと組んで、とにかくオリンピックは中止。はいね、そしてコロナ,コロナに専念す,すると。ウイルス対策に専念すると。うんうん いいいいう大義名分でいいですよいやー十分大義名分でしょう、それは。そう、もう十分、十二分の大義名分ですよ。うんね、そうしてオリンピックが中止になれば、ね、待ってましたとばかりに検察が、オオカミの集団のように、ガオーってやってくれき <laughs> <laughs> 来ますよ。いや、来るでしょう。ね。うん、うんまあ。そこのところでね、あのー、まずね、岸田さんは、 あのー、まず自分のですね石を貫くと大、うん、対名分を貫くと、うん、というねことをねあのー、やっぱりねやるべきですよやった方がいいですよね<う>本当に風はね絶対に岸田さんに吹きますよいや間違いなくもう吹いてる間違い,い。もう吹いてるもう吹いてる、うん、そう岸田さんもう吹いてるね,ね岸田さん吹いてるからね<う>これはもう風に乗った方がいいですよそう 風に乗った方がいいし、その風ってのはただの風ではなくて、大義名分、つまり正義を求めるね国民の行為ですから、これはね、ここで負けてはだめですよ、その正義をね貫くためには、貫かせるためには、オリンピックは中止しかない、とにかく中止、もうあらゆる意味で間違ったオリンピックなんだから、やっちゃいけないんですよ。 あって国連事務総長がコロナは戦時下で体制で臨むべきみたいなことを言ってて戦争中にオリンピックやるかっていうのも1つだしでもう1個はアメリカの渡航禁止ですよいやね、ミ<あ>皆さんね、僕ね、それね、すごい気になってるんですよ、このね、意味合いなんですけどね、うん、この渡航禁止の意味ですね、うん、渡航中止ね、はいこれはどう捉えるべきなのかですよね。うん うん、ほんまさ。なんかどうあれですか？まあ、少なくともその今日まさにその動画を撮って公開したんですね。17時の回に、うん、でアメリカがですね。渡航禁止を発表した。もう数時間後にはアメリカのオリンピック委員会がですね。うん、いや、選手は行くからっていう風に言い出したんですよね。うん、これまるであの準備をしてるかのようなタイミングだったんだけども。でもそれだとしても果たして。 アメリカが渡航禁止というふうにですね、日本に対してっていうインパクトは、他の国に影響があると。で,です、ね、ほ他の国のオリンピックの選手たちがこれからどんどん来なくなる。で、さらに言うと、渡航禁止とかって言ってるところに、本当にあなた行くのっていうふうに、選手もこれから聞かれるようになるから、どん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 歯抜けになっていく。可能性は十分あるっていうのと、もう1個は、なんか国連事務総長との発言。 のタイミングとすすごく似てるんですよねだからなんか IOC のバッハ会長とジョン・コーツ副会長がかなり土地狂って国際オリンピック委員会がなんかもう無理やりにでもやるんだとかって言ってるからちょっとなんかやばいと思ってこう助け舟を出してるような気がするんですよ私世界が中止にほら大義名分あるからって、うん、実際に国連があの戦時中だっていうふうに言ったということはですね 確か契約書か何かの内容に戦時中であれば注意せざるを得ないみたいなこと書いてあるんですよね。そういうところも関連してくると、私は思っています。うん、本間さんも言ってましたなるほどね、うんうん。これはね、本当にね、あのー、アメリカの移行っていうのはね、最大のね、うん、あの要因でしょうから、うん、これは本当にわからないんだけども、うん、あのー、 ねアメリカのねその、オリンピック委員会ね、うん、それはやっぱり、なんていうかな、IOC のね、うん、まあなんていうか、株う組織にすぎないわけだから、うんうん、まあ当然、なんていうかな、そこもぼったくり男爵の集まりなんだろうから、結局、同じことを言うわけですよ、うん、IOC のバッハとかね、コ、うん、ースとか。だかから彼のなんていうかなあれはね 何を言ったところで、それほど参考にはならないような気がするんですよね。だけど、このバイデンが一体何を考えているかということなんですよね。ようん、だって、いまだに開会式には来るか来ないか決めてないらしいですよ。そんなような。ね。うん。そうですよね。うん、だからバイデンはね、非常にあの普段からやっぱり気を遣っているわけじゃないですか。うんうん あのー、まさに面会は極力控えるみたいなね、はい、だからそういう人がですよ、うん、やっぱりこの日本の状況をですね、うん、やっぱりこの情報を仕入れた時にですね、うん、これはちょっとやばいよとちょっと俺は行くのは嫌だなと、うん、ねちょっと俺は行くこの今回ちょっとやめようと、うん、その、あのー、延長線で考えれば、うん それでオリンピック選手本当に生かせるのかと、うんね、これはちょっとまずいんじゃないかと、うん、これやっぱり今回やっぱり中止だなと、うん、いうことをね、うん、考えても不思議はない、うん、むしろその筋,筋としては考える筋なんですよね、うんはい、だからこれがね。 まあそういうそのメッセージと、うん、そ,のそういう伏線の意味を持っているのかどうかですよね。うん、いやーそこここは本本当当に、ねうん、気ににねね気なります、ね、本当にここから先にで,で,でオリンピックは中止にでも岸田さんがオリンピックは中止だと命を守るんだと。 っていう,ふうにもし自民党内で発言して二階さんがとか菅さんがいや何があんだあるんだ、バカ野郎とかっていうふうに言う姿を見ながら <laughs> お前ら、そんなこともういいよ、そんなそういうんだったらいいけど一応5000万円どうなったんだっていうふうに言ってたらもう岸田さん、今63歳ですけど安倍、麻生、えー、あと二階、菅あまりこの辺りをですねもう老害をえー、いやっ,てやっていきなりポンってかなりと。 若返りにもなるからいいんじゃないの <laughs>、うんうん、ねえ、うん、いやー、ぜひ、少なくとも今、五輪中止をもし岸田さんが言い出したら、すごい株は上がるのは間違いないですよありますよね。うんまあ、しかもこの、ね、こひとつき前でもこれ何度もね、うんえー、暴露しましたけど、うんまあ、オリンピック、彼ら、ね、あのー、菅政権やると、強引にやると言っているのは、うん その真の動機というのは、うん、この1億5000万の安倍疑国問題をですよ、うん、隠すために、ね、検察<お>の捜査を邪魔するためにオリンピックをやると言ってるわけですよ。うん、まずね、この真相をね、うん、国民をね、とことんね、頭に潜んでほしいと僕は思います、ね、<laughs> たか、か1億5000万をね、ごまかすためにですよ。 たった1人の安倍晋三とかっていう人たちとかをで、ですまあ1人なのかどうかわからないけど、そういう人たちをごまかすために、2兆円以上の税金を使って、世界でスーパーパンデミックイベントになりかねないオリンピックをやるっていうのは、顔向けできん世界ねえ、本当ですよ。うん、しかも選手はね、バブル方式でね、守られるかもしれないけども、うん、関係者プラス、このプレスの連中ですよね。うんうん これはもう自由に、ほぼ自由にやるわけでや、あのー、出たり入ったりするわけじゃないですか。その時にやっぱりね、うん、リスクはやっぱり結構高いですよ。まさに本当にね、あのー、オリンピック株、別に株式じゃないけども、うん、<laughs> ウィリスの話ですけど、ウィリスのほう、に東京オリンピック変異株ですね。 これが本当に出た暁にはですよ、ああもう本当にね、責任持てないじゃないですか。いやー、ね、取りようがない、絶対にそ。責任持てないし、まず東京都民がね、その犠牲になることをね、まずこれはもう火を見るより赤い明らかなわけだから、もう間違いなくそうなります。もうふざけるなって話じゃないですか。うん、ねうん、これはもう本当 にふざけるなと、すが、うん、出てこいとか、ねうん、ないよなと。で安倍も出てこいって感じですよ。ああう,そう、うん、ね、これ本当にね、うん、このオリンピックというのはね、うん、もうね、僕はもうね、安倍さん一人のね、わがままで始まって、うん、安倍さん一人のわがままでね、一年延期になって、うん、安倍さん一人のわがままで無理やりあのー、開催。 結すると、うん、ねすべて安倍さん一人のわがまま、うん、ここにねあの全部集約されるわけですよもう勘弁してほしいわもう,もうほんとね安倍さんって何者ですか <laughs> 本当とね、うん、そうキングかほんとにねほに真相を問いたいですよ安倍さんって何者なんですか <laughs>、うん、何キングだろっていう本当にそんな感じがする、うん、ね 天皇なんですか <laughs> いやもう本当にとか天皇より偉いのってまあ、それはあの前回も動画で話したが天皇上皇陛下との対立みたいなやつもあったけどうん、うん、いやちょっと傲慢がすぎる私物化がすぎる私物化はすぎる、うんね、安倍さん一人助けるためにね、うん、オリンピック開催ね、えー、しますと決めて、うん、そして安倍さん一人のために1年延期しますと。うん そしてまた安倍さん一人のために、うん、安倍さん疑惑を隠すために、うん、オリンピックを無理やりやりますと。うん、そして、東京五輪変異株をね、うん、そこから中にばらまきます、うん、こんなこと許されるわけないじゃないですか。あり,ありえん、ありえん。ね。絶対だめ。絶対許せないです、うん、これだからね、まずね、あれですよ。まず国民っていうかな、我々はね、本当にね、まず、 できることはね、岸田さんを応援することですよ。まあ、そうですね。まあハッシュタグでも何でもいいけど、もとにかくね、岸田さん頑張れと、あの応援すると、支援すると、それからなんといってもね、まずね、ハッシュタグ、ね、林検事総長頑張れと、林検察頑張れと、諦めるなと、ねそういうことですよね、そして2回、還付請求しろと。本当だよよ請求しろ ね、すぐ来るんだから、うん、そうまあでもこれ、まずえっと岸田さんが、金の流れしっかりしろっていうふうにこう言ったら、二階さんが、私は関与してないっていうふうに言って、今度はまた岸田さんが、だから関与とかじゃなくて、どこ使ったのっていうふうに言ったら、責任は私と安倍にあるっていうふうに言って、次、何を打つかですね、これ、3番目、何をやるかな、岸田さんはうん。いや俺最後までねねとにかく、ね 放ち続けないといとやもう本当に次の矢をねごまかすのを許さないっていう態度でいかないとそ,うそ,うそ,う、ね、そしてさらにあのさっき言ったように還付請求ですよねうん、うん、でそ岸田さん、あの二階さんは、うん、記者会見でそのし書類が戻ってくるまで待ってほしいと言ってるんだからうん、うん、岸田さんを、ね、次の矢としてはあのー、仮還付請求をしてほしい、うん、すぐ来るじゃないかって、ね、そ,うそしてその書類を明らかにしてほしいと。うん ね、これをまずね言うべきですよ。うね、んうん。ね。ねうん、いやまあだからまあもし野党の議員の方がね見てるんだったらそういう風に国会で追及してもいいわけじゃないですか。<う>でマスコミの人が見てるんだったらそれ言ってもいいわけじゃないですか。そうですよ。ね。そうこれみんなで追及しないと。うん、ね 2> 2回。ちょっとね。 このぐちゃぐちゃになっちゃったからね、日本が。なった。うん。私、うん。なったから。そう、それをたつたださないとね。うんうんうん。もう今がね、大チャンスなんですよね。いやもう大チャンス、本当に。お、大チャンスなんですよ。とにかくね、林検事総長ね、林検察が本当にね、諦めないで頑張ってくれてると。うん。頑張ってくれたと。うん。ということでまだね。 あのー、我々は希望があるわけですよ、うん、ねそして、えー、この希望ね、大義名分、うん、これに従ってね、やっぱり岸田さんが動いたわけですよ、うんうん、ねそれと同じように、やっぱりね、次々に動くべきなんですよ、うん、我々わうは。うん、いや、まあ少なくとも、その安倍さんのついた嘘がそのまんま放置されるのはね、いくらなんでも、このビジネスマンとしても、日本の環境がね、 嘘ついた方が出世するっていう世の中これはちょっとねいや日本衰退するるよよみんなな貧乏になるよこれは <laughs> いやーちょっと私は今回それでねあの佐藤さんとこの「安倍広島義国」シリーズという形でずっと撮影させていただいてる私の思いはこのせめてこんなに嘘ついて平気っていう世界は何とかしないと貧乏になっちゃう。 っていう思いがあるのと、まあ、あとはですね、こういくらなんでもこの正義が通らんだろうというところですね、ここまでやられると。 そんなつわけで私は佐藤さんと撮らせていただいているんですが、まあ、佐藤さんのね、この動画はですね、この職業政治家小沢一郎というこの,あの本をね、書かれているんですが、ぜひこれ応援のためにも買ってほしいなっていうのと、やっぱりこういうね、あのー、取材をするにもですね、お金がいります。で、佐藤さんへの看破もお待ちしておりますので、えー、ぜひよろしくお願いしますっていうのと、あのバブル崩壊は終わっていないというですね、まあ、動画を東京大学の安富さんと撮りました。で、撮ったんですけど、この案の定ですね。 え非常に難しいということでえ佐藤さんとですね昨日取り立てほやほやバブル崩壊は終わっていない用語解説動画というのを撮りましたえー半分まで進なんですけど72分もあってですね長えなってこれだけでかなりあのボリュームもありますので3万1000円で販売中ですので欲しい人は YouTube の説明欄見てくださいまあそんなわけでね皆さん本当にありがとうございますというのとちょっと実は今日最後にね佐藤さん じゃーん、知能化戦争。はい、これのね、あの、すごくこれ、いつも時事ネタを見てる皆さん、ね、佐藤さんの取締役を務められている、あの5月消防審査から、この中国の軍人の方が出た、あの書いたね、あの知能化戦争っていうのは、これ、すっごく面白いし、大事な本だと思いますので、えー、また別の機会に動画で取り上げますが、ちょっとね、興味ある人、ぜひ見てほしいという、動画の宣伝を最後にしておしまいにしたいなと。 ま,あまずはこれを買ってもいいんですけどね。まあ当然これとセットで買ってくれるんだろうなぁと期待しております。はい。では佐藤さん皆さんいつもありがとうございます。それでは今日も読者チャンネル登録といいねよろしく。 見ていただきまして、いつもありがとうございます。えー、職業政治家、小沢一郎佐藤さんの本ですね。こちらすごくおすすめなんで、ぜひ買ってほしいなというふうに思うのと、まあ、佐藤さんの本はですね、ものすごい本を書いてるんですけども、まあ、ネタがすごすぎてですね、えー、出版社や新聞社からも嫌われて絶版になったりする場合があるので、佐藤さんの取材をですね、これからも応援するためにもぜひンパお願いいたします。番組運営や佐藤さんの取材のためにもぜひよろしくお願いいたします。それでは、いつも見ていただきましてありがとうございます。今日も読書。